すぐにね。で、今、僕の隣にいるのが、梅ちゃんだよ、梅ちゃん。梅ちゃん。なんで梅ちゃんだけ笑ってるの？ね、いねずね。ねすごい、緊張しちゃってるね。ゴーちゃんと梅ちゃんと岸くんで、うん、マイク気になるね。マイク気になるよね。マイク触っちゃうね。気になるよね。うん、目の前にあるもんね、だってね。気になるよね。まあ、どんどんインタビュー、ね、インタビューというか、ね、お話していこうね。お話していこうと。うん、何歳ですか？2歳。2歳か。そっか。ねえ。西山くんからね。ね、何が好きなの？何が好きなこととかある？滑り台好きなの。滑り台好き？滑り台好きなんだ。いいウィスパーボイスを持ってる、彼は。そっか。ママのこと好き？ママのこと好き。好き。ああ、うん、よかったよかった。さっきトーマスの持ってたね、あれね、おもちゃ。ん？あ、そう。トーマスどこ行っちゃったの？今、なくなっちゃったね、トーマス。トーマス持ってくる、ね、隣にやった方がいいよね、トーマスね。トーマス、はい、トーマス、その、はい、トーマスどうしたの、それ青かった。トーマスは青かった。名言ですね。リリーガン。そっか、ね、新幹線好き、うん、新幹線好き。のぞみがいい。さっきそっからね、のぞみ見えたもんね。いっぱいね、見たよね。電車通ってるの見えたもんね。好きな食べ物。ウインナー。いいね。俺も好きだったの。大好き。大きくなったら何になりたいとかある？滑り台になりたい。滑り台。哲学的ですね。誰かに滑られたいってことかな？滑り台。あ、トーマス落ちちゃった。はい、続いて僕らが、ベビーの心を理解できているかテストということで、岸くんに今からですね、何々といえばという質問をします、僕らは岸くんの答えを予想して当てに行きましょうということで、まあ、岸くんならこう答える、いいね、まあ、こう子供ならこう答えるんじゃないかなみたいな、うんうんうん、一番大きいものといえばか、岸くん何かな、滑り台じゃないかな、やっぱ滑り台。でも機関車とか新幹線とか、のぞみかな、のぞみと、トーマスと、のぞみがいいな、のぞみとトーマス、トーマス、もう今答えてくれちゃった。岸くん、一番大きいものは滑り台。おぉ、ゆめちゃん。正解だ。正解ですよ。次、じゃあ次、じゃあ小さいものといえば、なんかな、ブランコと滑り台。ブランコと滑り台。やりたいの？うん。なんて答えるかな。なんだろうな。石とか。ああ。やっぱ滑り台じゃないか。聞いてみようかな。聞いてみようか。岸くん。小さいものって何が思い浮かぶ？滑り台。やっぱり。梅ちゃん、わかってるね。じゃあもう一個、一番かっこいいものというか、なんだろうな、滑り台な可能性あるな、これは。いや、望みじゃないかな、ここは。トーマスもあるね。ああ、じゃあ俺トーマス、西山望み。望みで。あ、そう、俺望みか。じゃあ自分トーマスだ。聞いてみようか。岸くん、一番かっこいいものは？ブランコ。変化球できたよ。ブランコか。滑り台はかっこよくないの？かっこよくない。あれ、わからんね。望みは？望みかっこいい？かっこいい。かっこいい。じゃあ、かわいいもの。なんだろうね。お花とかかな。公園かな、やっぱ公園にあるもんだよね。望みかな？望み。岸くん、かわいいものといえば？のぞみかわいい。かわいい。おー。面白いな。ねえ。最後は、しりとりで遊んで、楽しく終わりましょうということで。うんうん。